時は鉄製の装備をしていると雷が落ちてきたりするんだにゃ。危険危険危険、大自然の偉大さを思い知るわね。走って泳いで登って飛んで、どこに行くのも何をするのも自由だにゃ。本当に決められた道筋がないから、例えばこの谷の向こう岸に行くだけでもいろんな方法があるんだにゃ。嘘でしょ、木で橋を作った。ちょっとどこから行くのよ。え、崖から攻めるの？本当に何をしてもいいのね。それじゃあ私はこの自然に住んでる生き物たちを観察したいにゃ。いい遊び方だにゃ。観察はもちろん、動物を飼ったり昆虫を採集したり果物を収集したり、それらの材料を使って料理することもできるんだにゃ。自然の中で生きていくって感じね。あ、敵が出てきた。敵に見つかると襲いかかってくるから、やっつけるか逃げるかしなくちゃいけないけど、この敵たちも生き物。じっくり眺めているといろいろな生活模様が見えてくるにゃ。イノシシを追いかけたり、夜になれば眠ったりするのね。そういえば夜になるってことは時間の変化があるってことね。そう、同じ場所でも朝昼晩と景色が全く違うんだにゃ。夜にしか現れない魔物もいたりするにゃ。あ、骸骨じゃにゃい、怖い。他にもお天気も変わるんだにゃ。雨だけじゃなくて雷や雪も降ったりするのね。雨の時は崖を登る時に滑りやすくなったり、雷の時は鉄製の装備をしていると雷が落ちてきたりするんだにゃ。危険危険危険、大自然の偉大さを思い知るわね。この大自然と一緒に生きる、これこそがこのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの醍醐味だにゃ。この広大な世界、走り回るだけでも楽しそう。そう、ゼルダに関する知識がなくても楽しめるにゃ。壮大なブレスオブザワイルドの世界、今後も紹介していくから楽しみにしていてほしいにゃ。